福岡県久留米市の水天宮にある、久留米がすり碑。久留米がすりは、福岡県久留米市及び、周辺の旧久留米藩地域で製造されているかすり。綿織物で、藍染めが主体。あらかじめ藍と白に染め分けた糸を用いて生殖し、文様を表す。イオがすり、ビンゴがすりとともに、日本三大かすりの一つともされる。久留米がすりの技法は1956年に、 重要無形文化財に指定され、1976年には通商産業大臣により伝統工芸品に指定されている。南方から琉球を経由して伝わったかすりと別に、江戸時代の後期に井上津隊という当時12歳の少女が創始したとされる。久留米藩が産業として奨励していた。一時は年間200から300万単を生産したが、 戦後は洋装化によりかすりの需要が激減。現在は少量の生産にとどまる中、クルメがすりを用いたスニーカーやカバンといった新商品開発など新たな動きも出てきている。降り手であった農家の娘たちが口ずさんでいた労働家を明治時代に買い付けに来た全国各地の商人が聞いて宿屋で芸者と共に楽しみ、商売道具のそろばんを 旗織りの音を再現したことから始まった、クルメソロん踊りが伝わっている。日本の小説家、ダザイオサムは、クルメがすりを用いた着物を好んで着ていた。ありがとうございます。